ございます。今日は脇アルプスに登っていきたいと思います。今回は新町登山口から脇アルプスのザイデングラート鶴見峰を経由して鴻上山目指していきたいと思います。鵜飼谷温泉の駐車場に車を停めさせてもらってます。ここはちょっとフロントさんにねお聞きして止めさせてもらってます。車道 1.2 キロほど歩いていかないといけません。ここは影だから涼しいね、まだ、うん、登山口って書いてあるわ。こっちかな、そっちよね。ほら、脇アルプスザイデングラート登山口ちゃんと書いてあるよ。うん、うん、そうね、流れてないね。うん、ほら、あ、やばい。これが故障なんやわ。でも水がないから故障でもなんでもないな。結構長いことこんな感じで歩くんかな。うん。歩きにくい。歩きにくいね。奥の峰って書いてる。こっち奥の峰から降りてきたらここに来るんかな。うん、ほらそうやな、うん、繋がったんだよね。あれ、雲の服いる。あ、ここや、ここや、ほら故障。あ、本当やね、故障って。水ないけど。水はない。でも流れてる形跡はあるから。ほらほら、おこっからだーって水来るんやん、ね、うん、こんなとこザッザザッザ流れとったら渡られへんでもちゃんとこれ分かりやすくしてくれてんね、うん、あ、そこにも看板あるで。ライティングラードって書いてあるわ。それぞれ何これ、日曜ルート取り付き、日曜ルートこの斜面見てさっきまで緩いよいしょ、ところどころ雲の差しな。うわー、すごいすごい、だいぶ上がってく。こんな登るの、うん、もうまだまだ続いてる一気に登る感じだね。うんうんうん、めっちゃ斜面やで。めっちゃ斜めっちゃ急斜面やで。あ、標高一気に上げていく感じやな。あー、全然まだまだ。え、丸丸すごいすごい。あれ今見えたやん、あの図書を越えたら水流れてなかったけど、うん、すごかったな、すごい一気に上がったね。なんかすごい斜面登ってきたら今度2倍が斜面。下の方見て、うん、下の方に木があるやん、うん、多分あの辺からグワーって来てるはず急激に登るの涼しい、ちょっと涼しい、ちょっとね、あの息だけ整えて、うん、
そうやな、こっちに丸がついとんね。あれ、なんかすごいところ。さっきからちょいちょい出てくるな。着いたて今あっちもね、行こうと思ったんですけど、ちょっと暑くて無理やな。これはもうちょっとやっぱ涼しいならんと無理かな。今日は。カニの縦ばい横ばいかなを歩いて、でこっちね、こっち降りていく、こっちやね、多分こっち側やと思うねんけどね、うん、奥の峰からね、槍ヶ峰、そっちの方から降りていきたいと思います。ここほら落ちてる。でも、まあ、道は悪いんやけど、左側を見たら落ちてるから、ね、あ、書いてある、ほらほら、こっち行ったらついたて岩、ちょっとハードって書いてある。ほんで、こっち右へ行くと、ザイデンブラート、カニの建て場へ。これが建て場？いや、違う。まあ、これはもう積み重なりやから、全然。さっさと行ける。多分これちゃうか。なんかロープ張ってあるし。よしよし。ちょっと看板だけあるかなとか思って。あれあれ、鎖もある、うん、楽しそう。それどっちやろ、上かな右かな、全然こっちっぽい、ロープがある。あ、ロープがあるんだ。でもここも登っていこうと思って。そうやね、このちょっとちっちゃい松が邪魔かもしれんけど、邪魔、松やろ。松のこのトゲトゲが顔にパイッ、ちょっと今へたばってるからやめとくわ。そうやね、へたばって、暑さでもへたばった。でも岩は滑らない、滑らない、滑らないって。でもちょっともある、うん、左だけ、うん、私はこっちからね巻いていきます。ここね、巻くって言うかな、これ。開いたの、そうなん、これで埋めた、そう、あーすごいすごい、うん、そっちの先っちょまで行けるわ、そこに出てきたんよ、さっきな、ここに出てきたん、ここにペケって書いてある。ここ聞いたダメってな。ダメってなんかもどうなんやね。そっから降りられるのかもな。あ、降りるのはちょっとダメか。これ、こっちね、これ、ついたてるやつ。めっちゃ見える。ほら、めっちゃ見える。あそこ、あそこ、あれ、ついたて今。あそこ、行かない。暑さで。暑さでもう負けた。多分あれを一回下るんやろね。横から。左の方の下り。なんかあそこ道になってる。ごっつい急やで。今日はやめまーす。ほら、カニ。カニの縦バイと横バイ。縦バイと横バイ。カニ、かわいい。ものすごい急やで。ずっと。ずっと急。これが、ここがカニの横ばいかな。でもカニの横ばいですってあれじゃないな、それ言ってば。うん。とりあえずそこ上か。うん。
ぐらいみたいですけど。いや、まだかな。あ、違うの。もうちょっと先行くんかもしれんね。ここはなんかプレートが絶対ありそうやん。あ、そうか。うん。あれ、よいしょ。ここにもマルチがあるよ、ほら。あ、カニ。ここは、カニカニ。カニやな。あ、残念やな。カニの横ばい見逃してるね。カニの横ばいが分からない。ここへ、こっちの。ここちょうど三差だね、うん。うん。こっち行ったらこの上山やね。うん。うん、ね、剣峰ってこっちだ。わかりやすい。あれ、剣峰で到着です。331メートル。ちょっと暑さでも出たもんね。うん。涼しい時だったらここでお昼ご飯もいいかもしれない。うん。多分この上山はあれやな。戻ってきました。次はこっち、鴻上山。やっぱ森の中の方が涼しいね。全然涼しい。涼しいわ。今あれ岩登りしとったけど、岩触ったらどう？フライパン山みたいになっとった。フライパン山。なんか熱気は感じた、ものすごい。やっぱ焼けるんかね。うん、前のピーク過ぎた。マジで。やっぱさっきのとこらへんやったんかな。前のピーク過ぎてしまいました。なんかプレートなかったよ。あったんかな。今日ちょっと見落としまくってるね。着いた。370.3メートル到着。お疲れ様でした。はい、今日も凍らせたゼリー持ってきました。暑いからね。ではいただきます。頭にクモの巣つけて歩いてます。帽子取ってびっくりした。そういう食べ物。下山中なんですけど、まずは縦走路まで戻っていきます。縦走路縦走路縦走路奥の峰ね、奥の峰まで戻っていきます。こっちから来たけどね、次はこっちに。今度これは脇藤の方やね、うん、脇藤の方に降りていきます。で途中に奥の峰ね、奥の峰からあの深井谷ルートでね、あの降りていきたいと思います。
ここも一応、はい、ピークであり、ちょっと分岐の目印かな、はい、よし、この上山からここまであっという間こっちね、そう、ここが分岐点に、うん、こっち行くとあの分け富士の方行く、穂高とかやな、あ、そう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 、唐沢とか、うん、こっち私たち温泉槍ヶ峰方面ね、こっち行きます。温泉って書いてたよ。また下りやね、わけ、はい、はあれやね、何でもない道がちょっと急なところが多いね。ほんまやね、うん、これも今降りてるからあれやけど、これ登るのしんどいかもな。そうやろう。あ、見えた見えた見えた、ああ、ほんと。あそこで休憩やね、また。暑いんじゃない？暑いかな。これ、見た目より危なくないもんね。普通に上がっていける。うん、槍ヶ峰にもっかい来たかった、はい、ちょっと理由があるんですよ。多分ここに登ったら、はい、絶対あの川の方を見てしまうけど、はい、反対見たかったんや。あ、あれ、あれなんや。え、あれ登ってきたの。あれ在天クラブ、ちょっと発音おかしかったけど、あれ、あれ登ったんや。あれ歩いてきたんや。そうなんや。こっからやったら見えるやろなぁ思っとったんや。全部すっごい、沢の筋からね、うん、あの急にぐわっと上がるから、うん、そこでちょっと体力消耗して、この岩あ、そこにあるんや、はい、やりお疲れ様でした。すっごい景色、ね、こっちからはあの財天も見えるし、うん、こっちは重曹だね。これが最後の登りちゃう？そう。なんかもう一つ何かあったもんね。うん、あれ？いや、書いてんだよ、ほら。そこ。ほら。プレート、プレート。やっぱり。白岩山。来たわ。ほら。めっちゃ楽しいけど。ほんま。これは滑らへんかったよね。うん。あ、ほんまや。温泉も見えてる。温泉入って帰ろうな。うん、そうや、早く脱皮したいんや。脱皮あれ、こっちじゃないわ、向こう行く。ほんとに、うん、めっちゃ綺麗、うん、やばめっちゃ綺麗。この岩の上のこの熱気、岩触っていいよ。熱いかな。いや、そんなことだもん、うん、え、これ馬のせいじゃないよ。ちゃうな、気がおるな、いっぱい、うん、ここは危ない、うん、あ、ジャリジャリで危ないな。つんのめます。これかな。ちょっと忘れて、うん、忘れた。斜め。危ない危ない。はい、終わった。あ、馬乗せって書いてある。やっぱり。
広いです。ああまた直射日光や。まあどこもかしこも急やね。はい、今回は、深井谷温泉の駐車場に車を停めさせてもらって、約 1.2 キロのロード歩き、そして新町登山口から採点グラート登ってきました。ちょっとこの時期は暑くてね、ちょっとしんどいかも。バテたね。はい、あの深井谷温泉でね、汗を流して帰りたいと思います。今日も無事に下山できました。感謝。よくさん、でもあれですよ、ちょうどあの登りでバテとったけど、うん、呼吸の大事さ分かった。ああ、そう、あの深い呼吸やった低山でもね。ちょうどあれかな、灼熱の呼吸かな。すごい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 。行くんか。いる時も切ってくる。これは手もちゃんとしっかり持って。